ママ子たちも、バレンタインを楽しんでるみたいだから、見に行ってみようと思ってたの。みんなも、一緒にどうかな？うん。それじゃ、一緒に行こう。じゃあ行くよ。ハッピーバレンタイン。あら、私たちにチョコを用意してくれたの？はい、いつもお世話になってるので少しでもお礼ができたらって思って。ちょっと頑張ってフォンダンショコラにしてみました。お店で温めて食べてくださいね。あ、それ知ってる。中からチョコが出てくるやつ。そうそう、買って楽しい、食べて美味しい。なんだかお得な気分になれるお菓子よね。すごいね。そんなお菓子が作れるなんて。作ってみて初めて知ったんだけど、材料はほとんど混ぜるだけだし、レシピ通りにやれば意外とできたよ。ほんと？それならちょっと作ってみたいかも。うん、私も。最近ちょっと、料理って面白いかもって思えてきたし。じゃあ、私が試食係をしようかな。あ、よかったら、私たちが使った簡単なレシピも持ってくるよ。ありがとう。じゃあ、それで。そのレシピ、私も興味あるわ。やるときは、絶対、私に声をかけてね。うん、もちろん。メイコのカフェのキッチンを借りることになるだろうしね。メイコさんが一緒なら、大丈夫、かな。そういえば、レン君とカイトさんを知らないかな。二人にもフォンダンショコラを作ってきたんだけど。レンとカイトなら、この後会うよ。一緒に練習する約束してるんだ。私も。今日はそっちの練習に付き合うことになってるから、後でメイコのカフェに集合っていうのはどう？うん、そうしてもらえると嬉しいな。わかった。じゃあ、また後で。フォンダンショコラありがとう。練習の後で第一に食べるね。ああ、二人も来たね。やっほー。そういえば、二人はもらったの？フォンダンショコラ。はい。俺のはわざわざ甘さ控えめに調整してくれて、食べやすかったです。でしょ？せっかくあげるんだし、美味しく食べてもらわないとって思って、小羽と相談しながら調整したんだよね。まあ、俺たちのは、ミクたちにやるための試食用みたいなもんだったけどな。はいはい。感想もろくに言わないで、ペロッと食べといて、何言ってんだか。そういえば、アキト君って、好きなものとか美味しいものを食べてるとき、無言になりがちよね。へえ、そうなんだ。そんなこと、そろそろ練習始めるぞ。ああ。こっちはいつでも OK だよ。ね、ごはね。うん、歌おう。ただ何度も何度も思い描く新しい未来を探してたんだよ。僕らが笑える場所、ただ何度も何度も
未来を映す景色が茜の中で色づく。願えば願うほど輝き出す知らないストーリー見つけたんだよ僕らが笑える場所。ミク、おかえりなさい。世界の子たちのバレンタインはどうだった？みんな楽しんでたよ。感謝の気持ちを込めたチョコのお菓子をプレゼントしたりね。うんうん、それがバレンタインのいいところよね。普段なかなか言えないことも思い切って伝えてみようかなって思えるもの。そうだね、そんな風に思っててくれたんだって嬉しくなるし、それであったかい気持ちになって甘いチョコを食べるといつも以上に美味しい気がするよね。あはは、リンが食いしん坊みたいなこと言ってる。そういう面ももらったチョコをすぐに食べていたよね。わ、見てたの？まあね、でもその気持ちわかるな。僕も我慢できなくなって半分食べちゃったから。相手を思う気持ちが込められてるから、いつも以上に甘くて優しくて幸せな気持ちになれるのよね。うん、この気持ちを歌いたくなってきたなー。あら、素敵じゃない。うん、みんなも集まってくれてるし歌おうよ。それじゃあみんな一緒に楽しみましょう。
みんなも楽しんでくれたみたいだね。私も、聞いてるだけで甘くて温かい気持ちになれて、とっても楽しかったわ。本当？よかった。そうだ。バレンタインといえば、自分用のご褒美チョコっていうのもあるのよね。そうね。実は私、もう用意してあるの。いいなぁ。私も今から用意しようかな。え？何のご褒美で？あ、それは、ご褒美というか、バレンタインをみんなで一緒に楽しんだ記念っていうのはどう？ああ、いいね。それならここにいる全員がチョコを食べられるし。うん、ナイスミク。あはは。みんな、一緒にバレンタインを過ごせて、すごく楽しかったよ。いろいろな楽しみ方があると思うから、今日は目いっぱい楽しんじゃいましょう。それじゃあ、ハッピーバレンタイン！